どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日はですね、後ろにあるように物流クライシスですね。これ物流なので製造業と関係ないやんって思う方もいらっしゃると思いますが、全然違います。関係大ありなので、この物流クライシス、ツイッターでもアンケート取ってですね、ほとんど6割、7割ぐらいの方がですね、聞いたことあるけど知らないみたいなね。もしくは全く知らないっていう感じだったので、認知を上げていきたいと思っておりますと。じゃあなぜこの物流というものはですね危機的な状況なのか、その理由を多角的に深掘りをしていきたいと思ってます。複雑なですねサプライチェーンを構築する製造業でも他人事ではないんですね。要するにですね、製造をするね、ワークができる、それを運ぶ、要するにニアリーコール製造があればですね物流が必ずあると。じゃあこの物流クライシスがもうひどいことになって本当にクライシスに陥ってしまうと一体全体どうなってしまうのかと、行き着く先はイギリスでございまして、物流クライシスが起こるとを予見する事例になっておりますと。こういう風にロイターでね動画付きで解説されておりましたが、イギリスではトラックドライバーが不足してしまいました。なぜかというと EU 離脱がありましたね。それによってトラックドライバーがもうええわ、あ EU 離脱するということであれば自国に帰ります、ビザの発給とかめんどくせえとか言ってですね母国へ帰国してしまいました。そしてコロナがあってですね、この物流がやばいやばいって言われてるのでですね、試験を停止してしまったわけですね。結果としてどうなったかというと、なんとトラックドライバー年収1122万円の求人まで出てきたんですが、ほとんど集まらないと。ああ、1000万超えるならですね、もうトラック、俺も運転したいっていうぐらいですね。もう嘘のような誠の話ということで、そんなこと起こんのかよがですね、イギリスでは起こってしまいまして、ガソリンをですね、運ぶタンクローリーのうんちゃんがですね、不足し、結果としてタンクローリーのガソリンが届きませんから、ガソリンが入れれないと、軽油をトラックに入れれないという事態が発生して、物流が滞ると。一部の商品や薬品が届かない事態になってしまった。わけですね。要するにこの物流クライシスが表面化してしまうと販売する機械損失が起こるわけです。物を作ったはいいがそれを販売できませんと、 V ドラッグとか杉山とかにですね納品ができないと、そうなると結局買えないんで売り上げが立たないわけですね。一部の食品はですね3分の1ルールとか2分の1ルールがありまして、完全な破棄になってしまってですね損失になってしまうんですね。一方製造業でいうと、例えば自動車は3万点の部品から構成されると言われております。この物流クライシスによってで、もし部品が届かないということになればですね、この製造業も重大な損失を被るということで欠かせない要素になっているんですね。実際ですね、これ経済産業省が発表しているデータになりますが、こんな感じでもうですね、物流クライシス間近ということで運べないような産業が結構表に出てきていると。これ何分野ある ?1,2,3,4,5,6,7,8,9 10分野中6分野が製造業と関連していると。日本でもすでに不足が顕在化されており対策を打たなかった場合、はいですよ、なんとですね2030年には 9.4 億トンと、よくわからん数量がですね能力不足になって、運送ギャップになってですね 34.1% は運べないということになるかもしれんと。物流に対して前向きな改革が進まないと、だったら改革ね進めればいいじゃんって思うじゃないですか。でも進まないんですね。なぜかというと物流はコストという認識がこびりついていると、戦略としての構築がされにくいわけですね。コストなんで叩くみたいな感じですね。上場企業で、ね、これ実際の数字でございますが3900社ぐらいあると、そのうち物流に該当する役員ですね、要するに物流戦略担当みたいなね、ロジクティクス担当みたいな感じですね。なんと121人しかいないわけですね。10社に1社もいないわけですね。どうすんのと。海外だと CLO っていうですね、シェフロジスティクスオフィサーというポジションがあるんですが、日本ではそういったポジションが用意されておりません。じゃあなぜかというと、そう、コストなんです。工場に行けば加工でしょ?搬送があって加工するとか、加工がありますと。で、最後にこういった出荷工程があって、トレース、PP、バーコードで読んで出荷していくわけですね。工程の下流に位置するわけでございまして、コストという認識なんですね。要するに、こちらの改善ですよね。上流側の改善みたいなものに関しては非常に注力される。まあ、頭脳が振り向けられるんですが、付加価値を生まないわけですよ。
ね、物流っていうのは。なので、改革が遅れているというふうに言われております。さらにですね、EC 時代が到来しまして、物流はもうパンク寸前になってます。もう弾けそう。コロナによってさらに拍車がかかるということで、EC はですね、10年分の需要を先取りしたみたいな感じで言われてると。で、こんな感じで、物流トラフィックですね。物流トラフィックというものはですね、どれくらい物が動いてるかみたいなものを追ったものなんですけど、もう爆増してると。で、このコロナによって特需かなみたいな認識があるじゃないですか。しかしながら、これ特需ではなくてですね、2021年も堅調な成長を見せておりますと。つまるところ、物流需要は今後も上がっていくと思われるということなんですね。なので、物流需要が上がってる。だから、供給と需要のバランスからですね、解消されるんじゃないのっていうのが普通の見方だと思われるんですが、物事はそこまで単純ではございませんと。複雑な需要がスパゲッティのようにですね、絡み合ってると。そのスパゲッティを僕がですね、解剖してあげましょうっていうのが、今回の狙いでございますが、実際ですね、物を運ぶ個数というものはめちゃくちゃ上がってるんですが、送料ですね、重量ベースにすると下がっているんですね。平成10年をピークにして徐々に下がってると。経済同友会の資料を見ても右肩トレンドでございますと。ということで、トラックがですね、一度に運ぶ重量は減少しております。じゃあ、いろんなアマゾンとかね、楽天の EC のものがあれば運べるかっていうと、そうではないということを示唆してるわけでございます。つまるところ、運ぶ個数はあるもののですね、逆に非効率になってると。もう細かくね、多品種少量とか言われてるんで、いろんなものが溢れてると。大量生産ではないと。それも一要因であると思います。トラック1台あたりの搬送重量が下がっており、価格下落圧力になってしまってると。要するに一挙にトラックで運べませんので、トラックがいっぱいになって分散してしまうんですね、仕事が。そうするとトラックのですね、うんちゃんの給料も下げ圧力が働くと。そういうことですね。こういう風にですね、実はトラックの中身すっからかみたいな感じですね。実際にこれ 50% 未満なんですよ、トラックの中身っていうのは。なぜ輸送車両1台分の重量が減るのかって皆さん思うんですね。つまるところはそれはですね、標準化が進まないと。日本では特にこの標準化が進んでおりません。まあ、逆に言えば現場での調整力がありすぎるとも言えると。これね、以前からお話ししている通り、パレットの標準化率はなんと 30% でございます。なんと 30%、 なぜこれ低いかっていうと、韓国では 70% でございまして、欧州では 90% 以上という試算もございますと。いろんなね、パレットが使われてるわけですよ。 EU を見てみると 1200×800 サイズなんですね。ということで、ビジネスをこれで構築してると。日本だと 1200×1200 みたいな、正方形みたいなね、パレットがあるわけです。で、あれでボトルネックになってるのが共同ロボットです。共同ロボットって1200まで届かないんですね。なので、このパレットのパレタイジングで共同ロボットが使えないみたいなジレンマになってるそうですと。これはテックマンロボットの代理店の方から聞きましたと。じゃあパレットをですね、標準化すればいいじゃんって皆さん思うかもしれないんですが、物事はそんな単純ではございませんと。標準化はパレットだけの問題ではないと。こういう風にキツキツに詰めれるようにするためには、うまく乗るようにまず段ボールですよねとか、その製品を小さく作らないといけない。要するに製品を小さく作らないといけないということは、製品を製造する装置も新たに構築しないといけないわけですね。既存の設備が使えなくなる、うん、だったらもうパレットでいいじゃん、もう物流にもう幸せ言ってもいいよ、俺たち関係ねえみたいなこと言ってるわけですね。なかなかパレットサイズが変わらない。欧州だとね、こういう風に2個3個ちょっきり詰めるんですけど、日本だと2個になっちゃってる。この隙間ができるわけですね。ということは積載重量が上がらないということになります。はい、パレットが利用できないと荷下ろし作業等も発生します。日本にあるね、工場行くとパレット使ってない工場とかあるわけですよ。で、うんちゃんがって運んでると、何をやっとんねんって感じですね。標準化の動きは実は日本になかったわけではないんです。20年前の資料ですね。これはですね、確か経済産業省が出してた資料、総合物流施策大綱、なんて書いてあるかっていうと、パレットについては平成10年度までに標準化していきましょうよって言ってるわけですよ。しかしながらです。しかしながら、僕企画まで見ました。企画までよくリサーチしてるでしょ。実企画って見れるわけですよ。その実企画を検索すると、パレットってね、検索すると、そうすると実企画はなんと2008年で改定終わってますみたいなね。そしてプラパレット、プラスチックのパレットです。これの企画も、はい、2008年ですということで、企画が更新されてない、ニアリーイコールやる気がないわけですね。なので標準化なんかもうすまんだろうと、こういう対抗みたいなの発表されるんですけど、常にパレット標準化標準化って書かれてるんですけど、言うだけということで、標準化は容易ではないが、もうドイヒーですね。ひどいみたいな、ドイヒーでございますと。さ
らにですね、標準化が進んでないものはパレットだけではないと。中小企業がこの物流というものは 99% を占めるわけでございまして、まず伝票でございます。各社各用みたいなね、伝票を舐めたら飽きまへんということで、たかが伝票されど伝票と、受発注手配のオペレーション非常に複雑でございますと。例えば、ね、僕ね、三住におりましたね。で、三住って何十万社とお取引があるわけですね。トヨタとかですね、マツダとかスバルとか、もう各社各業の伝票で発注が来るわけですよ。で、ひどいところなんかはですね、伝票が紙媒体ですから、あの三住のですね、最大54桁もあるんですよ、型番が。あれをですね、手入力してるんですよ。一行何円っていう単価で外注してるんですよ。それを手入力するっていうことは間違えるわけですよ。しかも各社各用になってると。上流側が伝票を統一しないと手入力が発生すると。さらにですね、この紙の伝票だとバッチ処理ができないわけですよね。データだったら CSV で出力してそれを貼り付けるみたいなこともしてましたけど、まあその大企業ですわ、紙でお願いとかも未だに言ってるわけですよ。バッチ処理ができない、非常に非効率であると。伝票がたくさんあると、倉庫のオペレーションがそれぞれのメーカーでまた変わってくるわけですよ。ふざけんなということになる。つまり、購入して発送ですよね。こういった伝票事務ってどんどん引き継がれるわけですよ。ここが統一化されてないと、もうひどいことになると。さらにさらに、伝票だけではなくて、この受け渡しデータにもこれ影響があるということで、伝票データが標準化されていないと EDI に接続が困難だと。 EDI って何かっていうと、今って自発注データっていうのがどんどん電子化されて、その電子化された情報で自動的にやり取りするみたいなものが結構出てきてるんですね。しかしながら、ここが標準化されてないと、こういった項目を新たに作んないといけないとか言ってですね、またソフトウェアの開発が必要だったりするわけですね。連携する電子データが各社各用の場合、接続のために都度アレンジが必要になると。ソフトウェア連携が必要になったり、個社対応が必要になってくると。結局のところ、しわ寄せは物流に来るわけでございますと。標準化されていないとトラックのシェアもできないわけですね。まあこういう風に倉庫に集めてトラックに乗せるとき、でも受発注データが違うから、一緒にできないとかなるわけですよ。はいはい。終了って感じでね。はいはい、ワラスと。電子データの連携が遅れているのは相当痛いと。もうね、過去ね、こういう風にね、Amazon の倉庫みたいな物流にフォーカスした動画を上げたんですね。そこで寄せられたコメント、衝撃のコメントがございまして、大福のシステムの入ったセブンイレブンの倉庫でリフトマンしてますが、日々の入荷情報はファックスですと。ファックスみたいな。セブンイレブンって大手じゃないですか。あの大手でさえファックスを使ってると。けしからんと。人の手を介在することは現代の世で明らかに非効率でございますと。いろんな非効率がありまして、一つ目、はい、人捨てになるため伝達ミスが起こる可能性があります。さらに、送付先の宛先ミスも起こりますと。さらにさらに、データ自動送受信ではないためタイムラグが発生するわけですよね。だから、Amazon プライムとかできないわけですよ。などミスの温床になると。デメリットしかないのに、まだ人捨てでやってると。電子データや伝票が標準化されていないと、トラックへの混載ができないわけですね。つまるところ、倉庫も共同で運用ができないなど、リソースの活用を妨げるわけでございます。なので、今ではトラックがずっと空きっぱなし、空きがあってもデータ未連携で共同運送ができないと。もうやはりですね、河野太郎さんが言ってました。もう河野太郎さん、僕よくあんまりね、認識もありませんから、ただ、彼が言った伝説の一言、ファックスはなくせと。俺も同じですわ。もう物流からなくしていただきたいですね。もちろんですね、いろいろネガティブ要因言ったんですけども、すべてが遅れてるわけではないと。一部では標準化始まっておりまして、これですね、初めにやったのが日本でもAmazonということでね、外資にやられるんかいと。アマゾンの段ボールってスカスカじゃないですか。なぜかっていうと、箱を規格統一化しちゃえば一緒に運べるでしょ。非常にスマートなわけですよ。外資に先を越されると。大きさも違うものであっても、今はですね、パレタイジング、デパレタイジングっていうのができるようになってるんですね。しかし、もうあまりにヘンテコなサイズだとパレタイジングはできないわけですよ。うまく詰めるけどジェンガの超難しいバージョンみたいな感じになるわけですね。なのでバラ積みがある程度一緒の寸法であればできますよと。食品業界での標準化も実は日本メーカーでこれ進んでるんですね。外箱の表示を統一化しました。賞味期限の2分の1ルール、今までは3分の1ルールということで、賞味期限の3分の1が過ぎちゃうと捨てなさいと。だけど2分の1にしましょうやっていう取り決めをしたんですね。パレットの活用ということで、パレットは絶対使いましょう。予配送で同一の輸送企業を選択しましたということで、味の素、カゴメ、ミツカン等の6社がルールを制定して、一緒のトラックを使いましょうと。
一社で混載が可能になったので、輸配送のコストを下げると。そして、うんちゃんにもですね、いっぱい運べるんで、賃金を還元できるという素晴らしい取り組みなんですね。競争は商品で、物流は共同で。これですよ、これですよ。2020年から30年のコンセプトは、競争は商品で、物流は共同で。制御とか通信、工場の通信にも言えると思います。が、まだまだ動きが遅いと言わざるを得ません。配送個数は上がっているが、トラック積載量が右肩下がりなんですね。それなぜかっていうと、標準化できてないし、個数は上がってるわけですよね。配送効率が悪くなっていると言わざるを得ないのが今の物流業界でございます。このような非効率がまだまだ多い物流業界のデッドラインが2024年と言われてるんですね。この物流クライスっていうものは2024年に来るぞというふうに言われてる。なぜ2024年がデッドラインかというと、そうでございます、働き方改革なんですね。これが襲ってくると、物流も対象でございます。例外ではございませんと。ドライバーの時間外労働規制が適用されますと。960時間が上限となると。まあ960時間でも相当長いんですけども、これが適用されると、今までね、例えば日をまたいで休憩しながら運送してた範囲がですね、狭くなると。要するに狭くなるということは、中間にですね、物流倉庫を構えて受け渡しが必要になってくるわけですね。こういうふうに購入して、今まではこの一つの倉庫で良かったものが二つ倉庫が必要になってくると。つまりここですよね。新たに出現しますので、ここの標準化がされていないと混載できないよと。倉庫のシェアリングとか荷物の積み替えみたいなものですね。それが電子データ統一されてないと無理じゃねっていうことですね。オペレーション負荷が以前よりも高くなって、で結果として最終的にはドライバーの負担へなっていくと。もう標準化は絶対的にされるべき重要事項でございます。しかしながら、この物流というものはですね、非常に根が深くてですね、さらなる壁がございます。人材不足が急には回復しない理由が物流にございます。そもそも給料が低いと。業界の平均です。これ、大型も低いし、中型も低いということで、これなぜかっていうと、2020年前後で大胆なですね、規制緩和がされたと。これはですね、中間利材を稼ぐ業者が横行しまして、価格叩きが起こりデフレになると。何かっていうと、オペレーションが今言ったように標準化されてないんですね。なので、そこだけを取り次ぐ、電話でそのトラックに仕事を割り振って、オペレーションを複雑なものを電話で調整するみたいな仕事ができるようになったわけですね。それによってデフレが起こってしまったと。しかしながら日本っていうのは対策を打たなかったわけですね。法令を規制緩和したら規制緩和しっぱなしみたいな。はい。あとは、もう、神の見えざる手に任せる、みたいな感じですわ。ああ、それじゃダメだと思いますね。ドライバーの地位が相対的に、このデフレによって低下してしまったと。結果として長時間労働が横行しましたし、若者がいないと。そこに人来るっていう話ですよ。緩和の障害がもろに出た。そして対策も非常に遅かった。結果としてね、物流大綱とか発表するわけですよ。パレット標準化とか言って。ただ今も言ってると。それは20年前にお前言っとったやろと。実際に行動に移せてないじゃんっていうのが日本人なわけですよ。結果として物流業界が買い手市場なのに、なかなか問題が解決しないと。ね。運ぶものはものすごく個数がいっぱいあると。だから、仕事めっちゃ増えるように思うわけじゃないですか。なので、物流業界改定だと思われていたんですが、標準化が進まないんで、なかなかそこから脱却できないと。まあまとめました。今までの流れね。規制緩和によってドライバーの地位がもう低下しましたと。ここに対して EC 等の発達で配送個数は上がったものの、伝票、箱、パレット、データなどの標準化が追いついておらず、一緒に輸送できる土壌がなく、多くのトラックが必要になってしまったわけですね。つまるところ、トラック輸送価格の上昇を阻んでしまい、輸送重量は増えておらず、そして減っていると。なのでデフレになると。働き方改革の運用によって、で、輸送距離の制限が起こるにもかかわらず、給料が上昇しにくい構造から人が集まらないと。なので、物流クライスがおそらく起こるだろうと。こういった構造的ジレンマに陥ってるのが物流業界なんですね。そして最終的な仕合せは調整役のドライバーの負担になって、で、製造業ももちろんその影響を受けるだろうという。これが物流クライスの中身。要するに物流は変革の断行が急務なわけでございます。そうなんです。ピンチはチャンスです。日本人というものはですね、もう目の前にですね、危機的な状況が起こらんとですね、なかなか立ち上がらんと。変わらざるを得ない場面をもう皆さん使ってくださいと。結果としてですね、この物流総合店がですね、活況な理由になっているんですね。ものすごく活況だったんですね。千葉が言ったみたいです。活況でした。
はい、めちゃくちゃ活況だったみたいですよ。そしてこのチャンスを取りに来た企業が実はあります。そうなんです、日立製作所なんですね。日立製作所といえば東原俊明、まあ前社長現会長ですね。この方非常に上手かったのがですね、ルマーダというものをですね、ルマーダで俺たちやってくぞみたいな感じで横串を刺したわけです。軸を作ったということで、日立を束ねる上でコンセプトを作ったわけですね。これはですね、他の企業も真似してくださいと、ファナとかもなんかコンセプト作った方がいいんじゃないのって思いますよね。これは非常にうまかったですね。日本の大手では見られない手法になっております。実際ですね、このルマダリやってくぞっていうことを言っただけではなくて、ポートフォリオの転換も非常に積極的だったんですね。2010年頃は IT 領域ってこんな売上だったんですけど、非常に倍近くにしましたよね。御三家と称された日立化成とか日立金属などにもメスを入れ、結果として製造業から IT へ転換したと言っていいと思います。要するに IT の力で事業を変革したわけですね。変革をしていくというものが日立になっていると。ハゲタカのようなコンサルタントとは違いですね。地道に顧客とソリューションを見出すのが日立の強さです。実際にルマーダね、よくわかんないじゃないですか。ルマーダのハブ拠点となるですね、東京ルマーダ拠点みたいなところにですね、僕呼ばれまして、これ何をやってるかっていうと、過去の IT でソリューションを作ったというかうまくいった事例をですね、並べてるんですね。でお客様をここに招待して、どういったソリューションがあったかみたいな競争の場にしてるわけでございますと。実際にですね、ソリューションの影響範囲を二次元上に落として、要するにデジタルツインですよね。ツインまでにしなくていいわけですよ。どういった影響範囲、物流のここの部分が良くなると製造業もここ良くなって、そして製造業の会計システムみたいな感じで、こういう連鎖的に考えるような場があってたわけですね。一緒に検討すると。あ、もうコンサル見習えよお前ら。なぜかっていうとさ、俺に問い合わせ来てるから、コンサルにさめちゃくちゃやられてさ、3ヶ月ぐらいで数億円抜かれてさ、しかもその需要っていうのが社内に答えがあったようなものをですね、あたかも僕たちが作りましたみたいな感じで、コンサルしましたみたいな感じで2億円の報酬を支払って許せないから、太郎さん助けてくださいみたいな。だから、こういうことお前してないだろうね。コンサルタントはですね、こういった地に足をついたソリューション提供ってほぼしないはずなんですね。しかしながら日立は違うと。結果として競合よりも一歩先の IT ソリューションの提示が可能になったわけですね。物流の全体最適に日立って挑んできたと。そこに現れてるわけですね。次に日立が日立物流と挑むのがトラックドライバーを救う。そして救うと同時に強化な物流インフラの構築をしていくと。なんだよ、日立物流物流会社でしょって思うかもしれないんですけど、この日立物流というものは DX 銘柄に指定されてるんですね。この30銭にね、指定されてるということで、単なる運送屋ではございませんと。運送もしてるんですけど、日立と一緒にやってきた。ああいった競争をしていくっていう強いメッセージも打ち出してる通り、担当者は違うんですね。安全な運行を構築しましょう、本心で思ってたと。現場意識としては、なんだ、IoT で、監視みたいな。ああ、また始まったよみたいな感じだったんですが、実際に現場の人と一緒にワークショップをして、これはですね、お医者さんですね、学の協力も得てですね、実際にどういった IoT で運送状況を監視すると、どういった動態になるのみたいなことをですね、学者さんと一緒に構築し、それを実証をして、実際の生のデータを集めて、そしてさらに改善を繰り返して、ソリューションを作ったわけですね。4000人分の日立物流さんの生のデータから、この日の体調とか、そしてヒヤリハットどこで起こりましたみたいなのを実際に撮って、相関を簡易名してですね、論文にもしちゃったと。万全運転に起因する事故の撲滅に成功しましたと。アナログ情報をデジタル情報に変換すると。でもそんないつもやってることなんですよ。全然ですね、現場の人をなんか特別なことをやっていただく必要はなくて、こういったタブレットが用意されてるんですね。その前でまず体温をピピッと測りますと。でその後血中酸素濃度ですね、まあこういったタグをつけてですね、濃度を測ると。でその後血圧も測りますと。そして自律神経をチェックすれば、あなた今日こういう状況だからちょっと危ないかもしれない、運転気をつけてねみたいなものを可視化してくれるんですね。つまるところ、うんちゃんのですね、情緒はですね、実際の人間の生データアナログデータをきちんとした健康状態疲労を把握して送り出すことができるんですね。今日も安全にっていう、それをですねリアルで伝えられると。今日は気をつけろよみたいな、こういう仕様出てるからみたいな、やりがいが出ますよね、情緒も。そして運転中の変化も SSCV というこれソリューションなんですけど、見守ってくれると。
人を含めて検知できるところがこれ画期的なんですね。こういう風にドライブレコーダーがあります。実はこの日立のソリューションはドライブレコーダーだけではなくて、実際に脈拍のこういうアップルウォッチみたいなのをつけていただくと、そうすると同期等と連動して危険を事前に察知してくれると。実際にですね、この疲労っていうのは休憩しても回復するんですけど、眠った後みたいな感じで全回復はしないんですね。この動態と重ね合わせてロジックにして危機をお知らせしてくれると。疲労が溜まっていれば危険度合いが増すので、それを事前に危ないですよってことを通知してくれると。運行中も精度高く運転手の危険を知らせてくれるわけですね。もちろんこういった情報を蓄積できるから運転手の改善も冷静に判断が可能でございます。こういった点呼時の記録簿も自動で取ってくれるし、そしてどういった運転をしなさいみたいな KPI 設定もできるわけですね。ヒヤリハットが起こった場所に関しては生のデータもその場で見ることができるし、帰ってからもお知らせしてくれるんですね。ここ危なかったですよ。で、実際にうんちゃんもですね、ここ危なかったみたいな、人が飛び出してきたみたいなことも録画できる機能もあるそうです。今日も異常なかったよっていう、本当の異常なかったよが伝えられるし、ありがとうね、あそこ危なかったよねみたいな感じで上長が言ってあげると。そうすると現場のうんちゃんはなんて思うかっていうと、ダーみたいな、今日も安全でよかったみたいな感じでリアルのやり取りができるとという本来の仕事が行えるのが SSCV なんですね。ということで、うんちゃんの命を守ることができるし、物流というインフラも止まりにくくできると。日立はソリューションを外販できるという三方よしの次世代の安全ソリューションなんですね。これが AI ですよ。DX ですよ。IoT、AI 蓄積された現場ノウハウの可視化を混合できたものと言っていいと思います。まあ実際の効果も出ておりまして、2019年の1月ね、まだこういった SSCV を使う前でございますが、危険運転ありました。で、急制度ですね。急発進等も含めますと。さらに法令不遵守と一時不停止とか速度超過ですね、これが年間に590件あったんですが、2021年3月はですね、なんと、はい、こんな件だったと。どのくらい減ったかというと、ヒヤリハットイベントがなんと 94% も実際に低減できたと。そして漫然運転に起因した事故が0件になりました。優しい運転になるから燃費ももちろん良くなるという副次効果も得れると。これをサブスクで使えるようになってる。買い切りじゃなくてサブスクなんですね。なので一気にお金を払わなくていいわけですね。製造業で物流部門の皆さんですね、いずれはこういったソリューションって絶対に必要になるんですね。自社で構築するよりも、もう他社に頼った方がいいわけじゃないですか。しかも、その日立物流さんで構築した生データからソリューション提供されてるわけですから、非常に地に足をつけたですね、ソリューションだと思いますと。ということで、物流クライス with 日立、そして日立物流の SSCV ですね、概要欄をチェックいただきたいと思います。以上でございます。お疲れ様でございました。そして日立さんはですね、次の依頼もしたいねっていう感じで言われてますから、あの日立とですね、一緒にもう一回やっていくと思いますと。まあ、その他のソリューションと、まあ、日立の生い立ちなんかもね、気になると思います。日本をね、代表する電気8社の1社でございますので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。ということで、今回は製造業も他人事ではない物流クライスに関してプレゼンさせていただきました。製造業の話題ですね。工作機械、半導体、そして IoT、ロボット、いろいろやってます。製造業で働いてる方、そして製造業好きな方ですね。そしてものづくり太郎に興味を持っていただいた方は、ね、ぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして一つでも刺激になればいいねボタンを押していただけると励みになりますと。最後でございますが、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。こんにちは。ものづくり太郎チャンネルの千葉ちゃんです。今日は新しいスポンサー募集のご案内です。動画内でのソリューションの訴求や自社の PR や認知活動、または採用活動にもぜひいかがでしょうか。ご興味がある方はチャンネル概要欄のメールアドレスか、ものづくり太郎の Twitter の DM までぜひぜひお気軽にメッセージお願いします。お待ちしております。次回はまあいろいろ作ってるんですが、一応未定にさせていただきたいと思います。ということで、お楽しみにいただきたいと思います。ということで、次回の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあね、ちっバイバイ。日立さん、ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。物流クライシスいかがでしたでしょうか。刺激になった方はいいね、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。それでは次回のビデオでお会いしましょう。またねー。